衝撃。天才軍人、石原莞爾が予言した未来がヤバすぎる。とんでもないことが2020年に起こる。皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。伝説の軍人石原莞爾をご存知でしょうか？帝国陸軍の異端児と呼ばれた軍事の天才です。実は彼には予知能力があったと言われていて、日本の行く末に関する予言とも言える考察を残しています。今回は、そんな彼の予言についてご紹介します。天才軍人。明治22年1月18日に山形県西田川郡鶴岡、現、鶴岡市で生まれた石原莞爾は、幼い頃から成績は優秀で、13歳になり仙台陸軍地方幼年学校に入学してからは、陸軍のエリート教育を受けることになります。当然、陸軍に入った石原は、昭和3年に関東軍作戦主任参謀として満州に赴任。自身の最終戦争論をもとにして、関東軍による満蒙領有計画を立案します。昭和6年に板垣征四郎らと満州事変を実行し、23万の超学寮の軍を相手に、わずか1万数千の関東軍で日本本土の3倍もの面積を持つ満州の占領を実現しました。昭和11年の226事件の際には、石原は参謀本部作戦課長でしたが、東京警備司令部参謀兼務で反乱軍の鎮圧の先頭に立ちました。この時の石原の態度について、昭和天皇は、一体石原という人間はどんな人間なのか、よくわからない。満州事件の張本人でありながらこの時の態度は正当なものであった、と述懐しています。酒やタバコをたしなまなかった石原は、石原さんはとにかく何でもかんでも反抗するし、当初ばかりしているし、なんと言っても無礼な下戸だった。軍人のくせに酒を飲まずに周りを冷たい目で見ている。だから嫌われるのも当然だ。と言われるほどの変わり者だったようですが、潜在的なカリスマがあったことも事実だったようで、多くの信奉者が存在しました。その後石原は、日本、満州、中国による、東亜連盟の結成を構想します。王道主義を指導原理として、国防の共同、経済の一体化、政治の独立、文化の交流を掲げ、昭和14年に東亜連盟協会として組織化。会員には牛島達熊や小沢海作、大山増達などが名を連ねています。何冊か著作を残している石原ですが、代表的な著作に、最終戦争論、昭和15年間があります。今日でも読まれているロングセラーですが、実はこの本は石原が見通した未来のビジョンが基礎となっている予言書と言っても過言ではない書なのです。恐るべき未来予言。石原が記した予言を同書の中からいくつか抜粋してみましょう。培養肉。植物の一枚の葉の作用の秘密をつかめたならば、試験管の中で、我々の食物がどんどん作られるようになり、一定の土地から今のおそらく1500倍ぐらいの食料が製造できる。また豚や鶏を飼う代わりに、繁殖に最も簡単なバクテリアを養い、牛肉のような味のするバクテリアや、鶏肉の味のバクテリア等を発見して、極めて簡単にタンパク質の食物が得られるようになる。これは、培養植物や培養肉の技術を物語っているとしか思えません。地球の限られた土地や資源の中、人口増加に伴い食糧危機が叫ばれている現在ですが、近年開発が進む培養技術を使えば、土地や資源を枯渇させることなく効率よく食料を作ることができるようになります。培養肉のスタートアップ企業、メンフスミーツ、では、今後数年以内に店舗で培養肉の販売を目指すと言います。また、日清食品 HD は、東京大学生産技術研究所の竹内昌治教授の研究グループと、牛肉由来の筋細胞を用いて、サイコロステーキ状の牛筋組織を作成することに成功しています。原子力発電。動力は貴重な石炭は使わなくとも、地下に放熱物体、ラジウムとかウラニウムがあって、地殻が熱くなっているのであるから、
その放熱物体が地下から掘り出されるならば、無限の動力が得られるし、また成層圏の上には非常に多くの空中電気があるから、これを地上に持ってくる方法が発見できれば、無限の電気を得ることになる。ウラニウムを使うとは、まさしく原子力発電のことでしょう。日本初の原子力発電ができたのが1963年ですから、すでに昭和初期に指摘していたとは、恐るべき先見の明です。不老不死。人間が不老不死になると、人口が非常に多くなり世界に充満して困るではないかということを心配する人があるかもしれない。しかしその心配はない。自然の量は不思議なもので、サンガー夫人、三次制限を唱えたアメリカの活動家を引っ張ってくる必要がない。人間は、ちょうど良い具合に一人が千年に一人ぐらい子供を産むことになる。これは接ぎ木や挿し木を繰り返してきたみかんには種子がなくなるのと同じである。早く死ぬから頻繁に子供を産むが、不老不死になると、人間は淡々として神様に近い生活をするに至るであろう。不老不死の研究は進んでいて、目覚ましい研究成果がニュースとして流れてきます。以前、科学誌、サイエンスに掲載された論文において、ハーバード大学医学部のシンクレア教授が生物を若返らせる有効分子、NMN をマウスに投与したところ、たちまち若返ったという衝撃のニュースが報じられました。DNA の損傷を修復する NMN を摂取すれば、今後80歳が20歳になることも夢ではなくなるかもしれません。日本の研究者山中伸弥氏が発見した iPS 細胞は、作るときに受精卵を使わないので、倫理的な問題が起きず、患者自身の体細胞から作ることができるので、免疫による拒絶反応が少ないのが特徴です。現在、iPS 細胞は、再生医療において期待されている細胞です。ひょっとしたら体については、古くなった器官を新しい器官に置き換えたりして、不老不死が実現できるかもしれないと期待されています。現在、少子化が危惧されていますが、石原の予言通り、千年に一度しか子供を産まなくても十分人類は存続される日が来るのかもしれません。人体冷凍保存。時間というものは結局温度である。人を殺さないで温度を変える。物を壊さないで温度を上げることができれば、10年を1年に縮めることは、たやすいことである。逆に温度を下げて零下273度という絶対温度にすると、万物ことごとく活動は止まってしまう。そうなると浦島太郎も夢ではない。真に自由自在の世界となる。アメリカのクライオニクス、人体冷凍保存、技術を有する、アルコー延命財団、には、すでに100人以上にも及ぶ人体がマイナス200度で冷凍保存されていると言います。同財団には、ビットコインの創設に関わった人物も加わっているとされていますが、このような革新的で未来を見通せる人物が自身の体を冷凍保存しているということは、必ず後の未来に蘇生技術が完成すると確信しているからでしょう。昭和初期で情報量も少なく、科学の専門家でもなかった石原がここまで現代の科学技術の発展を見通していたのは驚嘆に値するのではないでしょうか。世界最終戦争。石原は、戦争の歴史を綿密に振り返り分析し、未来に起こる戦争のビジョンを打ち出しました。世界はやがて最終戦争に突入する、と予言しているのです。石原の唱える、最終戦争、を要約すると、世界の小国同士が争った後、アメリカとソ連が対戦し、アメリカが勝つ。そして、アメリカと日本が最終決戦をする。戦闘は飛行機が主役となり、巨大な力を持った兵器により短期間で決着する。最後の大決勝戦で世界の人口は半分に減るが、世界は統一される。ここで振り返ってもらいたいのが、アメリカとソ連の冷戦です。第二次世界大戦後、資本主義のアメリカと共産主義のソ連が対立しました。長い冷戦の後、ソ連は1991年に崩壊し、ロシア連邦となりました。アメリカが勝利を収めたのです。石原は、この冷戦を予言していたのでしょう。そして、
いよいよ最終戦争では日本とアメリカが戦うのだと言います。第二次世界大戦後、敗戦国となった日本はアメリカに支配され続けていると言われています。近年、アメリカは大寒波など自然災害に襲われ、経済面でも国力低下が叫ばれています。世界最強の国であるアメリカに今すぐ日本が勝つ可能性は万が一にもないでしょう。ですが、今後の情勢次第では、日本がアメリカに反旗を翻すチャンスもあるかもしれません。石原は、日本は原爆を完成すべし、と述べていることから、広島、長崎の復讐としてアメリカに核兵器を落とすことを提案していたのかもしれません。最終戦争論は終戦前の昭和15年に出版されましたが、石原は米国による日本への原爆投下も予見していたのかもしれません。最終戦争は2020年。石原は、日蓮宗系の宗教法人、国中会に入っていました。故に、石原の予言は、日蓮の予言になぞられていたといいます。日蓮上人は、日本を中心として世界に未曽有の大戦争が必ず起こり、日本の国体を中心とする世界統一が実現される、と予言していたのです。石原は、最終戦争後の世界についてこのように予言しています。すなわち人類は最終戦争後、次第に驚くべき総合的文明に入り、そしてついには、自ら作る突然変異によって、今の人類以上のものが、この世に生まれてくるのである。仏教ではそれを弥勒菩薩の時代というのである。今の人類以上のものが誕生するとは、近年何かと話題の AI のことかもしれません。そして、石原の唱える最終戦争論の研究結果をなぞっていくと、なんと2020年頃に最終戦争が勃発するというのです。周知の通り、2020年はウイルスの蔓延とともに始まり、実際に東京五輪は延期になりました。すでに誰も予想しなかった展開になっていますが、もしかすると、このまま最終戦争が勃発するなんてことがあるのかもしれません。いかがですか？個人的には悪名高いイルミナティカードが気になっていますが、2020年がこれ以上苦難の年にならないことを切に願います。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。